フォーマ SH2101V は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。当端末は、シャープ初のフォーマ端末であり、それと同時に、フォーマ発初の PDA 一体型端末として登場した。M1000 発売までの間長らく、フォーマシリーズ唯一の PDA 一体型で、スマートブックの端末であった。 クワーキ配列のキーボードを採用し、OS にはザウルスをベースとしたものを搭載、感圧式のタッチパネルをタッチペンで操作し、表計算やメモ編集ができるなど、現在のスマートフォンに近い機能を有していた。通話は付属の Bluetooth 接続によるペン型、ハンドセットで受話器のように行うことも、端末本体で、ハンズフリーで行うことも可能。通話の他にも、 音楽再生のリモコン操作や受信メールの確認、発着信も可能となっている。本体のカメラを見ながら TV 電話をすることも可能である。通信機能としては i モードの他に、モペラ等の通常の ISP に接続しウェブ画面の閲覧やポップ、iMap メールの送受信も可能である。この他に本体には UV コーティングが施されており、 塗装の剥がれや傷を防ぐ配慮がなされている。発売当時は本機に競合する端末がなかったため、実売価格が10万円を超える高額機になっていた。これは、現在のスマートフォンの価格に匹敵する。シャープからは後に EM1 等のスマートフォンや、ウィルコム D4 等、本機を上回るスペックの製品が発売されている。また、ドコモフォーマに限れば、 実に7年半越しとなる2009年2月に、クワーキハイルツキーボードに、テレビ電話、iMode フルブラウザーアイコンシェル HSDPA を、はじめとするフォーマの最新機能を盛り込ませた、SH-04A が発売された。カメラ部分カバーを閉じた様子あたり端末は2003年度、グッドデザイン賞を受賞している。受賞理由としては、Bluetooth を有していることに次世代感があることが、 挙げられている。NTT コモお及びシャープより不具合は発表されていない。携帯ショーケース SH2101V。ありがとうございます。